皆さんこんにちは。今日は私が持っているローズピンクのリップを紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、今日から9月ということでローズ系のリップを紹介していきたいと思います。最近ちょっとローズ系に少しハマっているのと、この秋に使いたいので今日はちょっと動画にしてみました。はい、まず1個目はこちら、メイベリンのカラーセンセーショナルのアーモンドピンク。これこの間も紹介したと思うんですけど、ちょっと前のメイベリンの新作のリップです。じゃあ手に出していきたいと思います。はい、こんな感じでしっかりマットです。ピンクなんですけど、ちょっとやっぱり深みのある色ですよね。でこちらは今つけてるリップです。こんな感じです。今リップクリームつけてないんですけど、すごいマット感がありますよね。でちょっとこれはヌーディー系の色も入ってるので、少し柔らかい印象もあると思います。このリップのシリーズが私のすごい好きなトーンなので、めっちゃ気に入ってます。ちょっと暗めの色なので、夏にはあんまり使ってなかったから、これからの秋に使いたいなと思ってます。ローズカラーなんだけど、ちょっとヌーディーなところがね、なんとも言えない感じで、私はすごい好きです。女性らしい感じもあっておすすめです。でこれマットリップなんですけど、すごい塗りやすいんですよね。スルスル塗れます。なのでマットすぎて縦じわが目立つっていうことはないと思います。で次はこちら、フィジシャンズフォーミュラのベルベットリキッドリップスティックの04番。これもねちょっと似たようなカラーなんですけど、ちょっとずつ違うんですよね。手に出してみると、はい、こんな感じです。マットなんですけど、こっちの方がリキッドリップなので、やっぱり少しツヤがあるかなと思います。今のこのヌーディー系のカラーよりは明るめのローズピンクかなと思います。はい、じゃあこちらも塗っていきたいと思います。リップクリームは塗らないで塗っていきます。これはリキッドなので塗りやすいです。はい、つけてみるとこんな感じです。こっちの方がやっぱりピンク感があると思います。ちょっと明るいピンクっていう感じですね。でこれはリキッドマットリップなので塗りやすいんですけど、マットになる時にやっぱりちょっと乾いた感がありますね。なのでそれが嫌な方は先にリップクリームを塗る方がいいのかなと思います。でもすごいサラサラっていう感じじゃなくて、ちょっとくっつく感じがあるので、これも縦じわができるほどのマットにはならないかなっていう感じですね。さっきのね、やっぱりヌーディー系の色よりは可愛い系のローズピンクです。これは秋だけじゃなくてもいつでも対応できる色です。めっちゃ可愛い。で香りが少しあるんですよね。なんか甘い香りとかではなくて、なんかリキッドの匂いっていう感じで、塗った時だけ少し香るぐらいで、塗り終わったら全然香りはしないです。これもねすごい綺麗ですよね。大人っぽい感じのローズピンク。はい、次こちら、メイクアップレボリューションのリップラバチョコレートのアイラブチョコレート。手に出してみると、はい、こんな感じです。ツヤのあるリップになります。この中では一番濃いですね。はい、じゃあこちらもつけてみたいと思います。はい、つけてみるとこんな感じです。はい、やっぱりちょっと濃いローズ系です。たっぷり多めに塗るとぷくっとして見えると思います。すごいなんか唇が分厚くなった感じ。ツヤは出るんですけど、一応ティントタイプのマットリップです。こうつけて馴染んでくるとちょっとマットになってくるのかなと思います。でも突っ張った感じがないので、すごいつけ心地がいいですね。ちょっとなんか紫も入ってるようなローズ系なので、やっぱり秋とかに使った方が映えるのかなと思います。これは大人っぽいメイクにすごいいいと思います。きちっとした時にも使えそうなリップです。綺麗ですよね、すごい。で香りが少しあります。つけてると全然わかんないんですけど、こうやって嗅ぐとちょっとチョコレートっぽい香りがありますね。私はあんまりチョコレート好きじゃないんですけど、全然平気な感じで本当にちょっとしか香らないですね。こういうチョコレートの香りが好きな方には物足りないとは思います。でも私あんまり香りがない方が好きなので、これぐらいだと嬉しいです。そして最後はこちら、レブロンのスーパーラストラスリップスティックの65番。手に出してみるとこんな感じです。これは今までの種類とはちょっと違うタイプのリップです。ちょっと潤いがあるような感じの質感です。じゃあこちらものせていきたいと思います。はい、塗ってみるとこんな感じです。
これはマットリップではなくてすごいプルッとする感じのリップです。これが一番ちょっと明るいかなっていう感じなんですけど、もう何のメイクでもどの季節でも合うようなローズ系のリップです。リップクリーム塗らなくてもこれぐらいのツヤが出るから乾燥とかねしてこないです。とりあえずリップに迷ったりとかリップの主張を激しくしたくないっていう時はこれを使います。もう本当日常使いしやすいリップですね。はい、ということで今日は私が持っているローズ系のリップを紹介しました。結構いろんな種類のローズ系があるのでいつでも使えるようなリップとか秋とかにおすすめのリップとかもあるので気になる方はぜひ見てみてください。ちなみにこの中でこの秋一番使いたいリップはこちらです。このメイベリンのカラーセンセーショナルのアーモンドピンク、これが今一番推してるローズリップです。こういう系のヌーディーカラーすっごい好きなのでこの秋いっぱい使っていきたいなと思います。今日紹介したのは全部プチプラなので気になる方はぜひ試してみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。